はい、AKB48 チームメイト。またやっちゃった。はい、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームお昼やっていきます。ね、みんな聞いて、私朝ごはん終わってから2、3時間ぐらい寝てたんだよ。びっくりしちゃった、マジで。起きたら12時前で焦りました、本当に。そう、朝ごはん食べ終わって2時間ぐらいゆっくりしてたんですよ。そしたら寝てた。もう起きた瞬間めっちゃびっくりして。そう、でもなんかそんながっつり寝ることないからさ、まあいいやって思いつつ、今日の夜寝れるかが一番心配。大丈夫かな、今日の夜寝れる自信がない。そう、お昼寝じゃないんですよね。朝もう一回寝たみたいな。そう、まあ今日6時半ぐらいに起きてね、ゆっくりしてたんですよ、朝ごはん食べて。まあだから今日は運動してね、お昼寝れるようにしなきゃ。まあ、だからちょっとずっと寝てたからね、ちょっとだけお昼は遅めにしようかなって思って。寝起きはいい方？寝起きはね、言うほどそんなによくない。寝起きがいい、そうだな、あんまりよくはないですね。基本的に寝起きはめちゃめちゃテンションが低いですね。テンションが低いというか、まあ、あの割と朝起きパッとは起きられるけど、そのお昼ぐらいのテンションではいけませんね。寝起きがいいって、なんかもう朝からもう「イエーイ、おはよう、みんなおはよう」みたいな感じのイメージなんだけど、それで合ってるかな。でもなんか誰かに起こされてあと5分とかってなることはない。基本的に自分で起きるからね。そう、でも前はね全然あったけどね。そう、6年ぐらい前とかは。
まあでもよくよく考えたらだいぶ前にもなんか夕方ぐらいに2時間ぐらいがっつり寝てたこともあるからいいや。朝だしまだ朝っていうかお昼だけどね。そう、だからまあちょっとねお昼の時間まで、あのお昼ご飯までちょっと時間があるからショールームしようって思いました。急でごめんなさいだけど、みんな来てくれてありがとう。さあ、まあこの昼の時間何の話していこうかいね。ちょっと一瞬待ってもらってもいいですか。ちょっとこれで隠せるかな。隠し方がいつもね面白いんですよね。ちょっと待ってて。ただいま。いやその間がっつり夢見てたからさ、ちょっと調べようと思って。そう、夢占いなんだけど、
これかな。割といい意味かもしれない。ちょっと近い意味が見当たらないんだけど。あ、でもだいぶリアルな夢だったんだよな。ただちゃんと全貌をそんなに覚えてないんですよね。そう、私は夢を見て覚えてたらね、だいたい夢占いをするんですよ。そう、そう、夢占い好きなの。いい意味かもっていう感じでしたね。調べてみたら。例えばさっきだいぶ前に雨の日の過ごし方を教えてくださいっていう質問があったんですけど、私は基本的に、まあ、外には出ませんね。でも大体雨の日にちょっと運動したいなみたいな思うことが多くて、一回雨の中歩いてみたりとかもあったんですけど、ちょっとやっぱ無理だなと思って、大体家でゴロゴロしてるから、まあ運動してるするときはなんか家の中でできる有酸素運動みたいなのを調べて動画を、それをやってますね。なんか他にも夢っていろんな出来事起こるじゃん。それも調べてみたらめっちゃいい意味だったわ。でも初めてこういう夢見た。何かは言いませんけど。晴れた日は晴れててもね、
用事がないと遊びには行かないね。まあ最近は歩くこと増えましたけど、結構私はもうできることならずっとこもっていたいタイプなので、そう、基本的に晴れてようが雨が降っていようがもう外に行かないみたいな人間ではあります。でも最近はちょっと今歩きたいなって思って外出ることは増えました。後で覚えてる限り記録しとこう。確かにこの2時間睡眠、この2時間睡眠意味があったかもね。いやでもやっぱその最近ね、ちょっとまああの割とプライベートが忙しかったから、ちょっとそれで今日久しぶりにこんなゆっくりしてるから、まあそれで寝ちゃった寝ちゃったんだろうけど、あれはでも朝ごはんも食べてるし、まああとちょっとお昼を少し遅くするぐらいだから、そんな悪い影響はないと思います。これが夕方だったらねだいぶ絶望なんですけど、そうそう、でも1回ある夕方に2時間ぐらい寝たこと、うわ絶対夜寝れないじゃんってなりました。そう、あ、そう、さっき調べて、あの朝ごはん食べた後長期的に寝たらちょっとリラックスしてくださいねって言われたから、今すっげーリラックスしてる。まあということで、ちょっと朝はだいぶ体を休めた一日朝となりました。なんか一応これも当てはまるかなって思って調べたら、それはちょっと微妙な結果だったんだけど、まあいい意味2つ、ちょっと微妙1つだったらもうそれはいい意味なんですおっとおっと、いやでも全体的にはいい夢だったっていう風に私は捉えます。
そういい結果しか信じませんでもあんまり良くない結果は大体あれですよね、なんかちょっと日々のストレスとか大体そういう感じなんだよね。ただすごい変な格好で寝てた、変な格好というか変なポーズで寝てたからなのか分かんないけど、もう腕にめっちゃいろんな跡がついてる。そう、私も基本的に夢見たらすぐ忘れるんですけど、今日は思い出せた。なんかすごい夢見てたんだよなって思って思い出しました。とか、まあ起きた瞬間まだ覚えてるから今日のはメモしなきゃって思ってね、急いでメモすることが多いですね。そうなので皆さん、でもあんまりね、なんか夢日記を毎日つけすぎると良くないっていうのはありますよね。だから私は覚えてて、なおかつめっちゃあの夢占いの意味とは別で自分的にめっちゃ夢だった、例えばなんかまあ好きなキャラクターが出てきたとか、そういう夢はね覚えておきたいっていう夢はメモするようにしてる。はい、というわけで、まあお昼の配信はちょっとここら辺までにしておきたいと思います。また夜に配信するのでそちらも見ていただけると嬉しいです。じゃあランキングを読んで終わりにしますね。13位から、13位ともさん、12位クシャトリアさん、11位あなたのお家は3丁目さん、10位川端真嗣さん、9位まゆさん、8位正和さん、7位夏目さん、6位シュウさん、5位プレジョンさん、4位ロミツさん、3位ガオリーさん、2位メソさん、1位がハヤちゃんさんでした。はい、それじゃあ皆さんお昼からも頑張ってください。じゃあまた夜お会いしましょう。またねー。